はいどうも、全力絶叫 YouTuber、B 森です。いやー、単純にね、単純に痛すぎる。この一敗は正直痛すぎるね。今日からオリックスバファローズ対埼玉西武ライオンズ、京セラドームにて3連戦。天王山です、天王山。あ、もうはっきり言います。天王山です。今2位、まあもう実質首位みたいなもんの西武に、もう直接対決が、あともうここを除けば、もう1回ぐらいしかないんかな。もう実質このカードが西武戦が最後とのことです。はい。ここで、西武をしっかりと叩いてゲーム差を詰めておく必要があると。今ゲーム差2位なんでね。ってところで、オリックスは先発ピッチャー、山本由伸を立てました。はい。そして、西武ライオンズが今井達也投手。同い年対決やったんですけども、ここをオリックス、延長戦で落としました。いや、単純に悔しいわ。なんかね、単純に今日ブチギレとかね、じゃなくて、ブレットンジャーとかじゃなくて、もう単純に、答えるわ、これは。まあ、ちょっと一個、言わせてもらっていいですか。本日オリックスバファローズ、先発山本由伸投手。本当に良かったよ。全然良かったんですよ。今日由伸で負けた言うてますけど、由伸が全然悪いわけじゃない。まあ由伸が悪かったら今シーズンも2、3回ぐらいなんだから、悪いはずがないんだけども。はい、これ3回までしっかりね、ゼロに抑えてもろて、はい。4回の表ですね、これ。源田選手、森友選手に連打を浴びまして、ここで中村おかわり選手の、ゴロの間に1点が先制されました、西武に。まあまあ1点。あ、その裏ですね、4回の裏、オリックスしっかりと追いついて逆転しますと、あだっちゃんがフォアボールってから、吉田正尚選手が、ライトにタイムリーマッチョマッチョめーあーガッチョビーやばっちょーめアラビア僕の服を脱ぐという、そのカロリー消費行為は、ちょっと負けたんでもったいないんで、代わりにこいつに脱いでもらいました。はい。そしてその後ランナーを進めて、宗優馬選手が、犠牲フライを打ちまして、すぐさま逆転宗でかいぞまあ、これでね、まあ今日の先発山本由伸投手ということで、まあ、ペース的にも、まあ全然完投はしてくれそうやったね、由伸ね。まあ、5回、6回は両チームともゼロでね。しかし、7回の表、先頭の、すごい。山川穂高選手。まあ、正直ドスコイ選手、吉信投手から、まともに打ってるとこ正直見たことないっすよね。まあ、前のカードでなんか技ありのタイムリー打ってましたけども、だからそれ以外なんか特段も去年とかおととしとかも、山川選手が吉信から、ヒット打ってるビジョンほとんど見えないんですよ。相当苦手なんでしょうね。落ちる球にくるくるでね。思ったんですけど、これフルカウントから、吉信のこれ高めのボール球を、ドスコイ。同点の、ソロホームラン。2対2です。由伸7回にしてプチ炎上。あ、どすこいはないやろ。どすこいさん今年ほんとなんか様子おかしいですよね。宮城投手からもなんかホームラン打ちおるやん。開幕2戦目あたりで宮城投手もどすこい去年もう全部振ってたやん。振る球くるくるで、どうしたマジで。様子が違うぞ。去年かもられたピッチャーが今年どんどん打つやん。どうした。そして8回の表なんですけど、由伸ここでマウンド降りましたね。由伸107球やったんですけども、前ね、完投手球数投げたってのも影響あって、ちょっと今日は早めの降板7回で降りましたと。8回の表はしっかりワゲスが抑えてくれました。ワゲスええやんけ。ランナー出したら別人やけど、ワゲスその調子で頼むわ。で、8回の裏、これ由伸は降りたんですけども、西武の今井投手が、続投してきました。この時点で球数は優に100球を超えてます。しかし、今井投手は続投、これ維持というもんでしょうか。まあ、西武中継ぎはあまり使いたくないというところもあると思うんですけど。しかし今井投手、これ、福田選手、足立選手が連打で、チャンスを作りました。ここで、絶対的主砲、吉田正尚さすがに変えてくると思ったな。うん、この場面でね、2アウト取ってから、で、左の吉田正尚選手でしょ。今井投手ももう、これ球数がもうだいぶいってると。うん、ただ続投。俺ね、もう、クモン投手あたり来るんか思った、隅田投手あたり来るんか思ったけど、正気かと思ったよ。これもう、ごめんやけど、打たしてもらうと、確定演出やらしてもらうと。今井投手、これ、増高選手に投げた渾身球が、これ、セカンドに、打球来ました、セカンドゴロ。チャンス、潰れました。今井投手、8回を投げ切りました。あ、まあ、今井投手が今日はすごかったと。はい。9回からまたね、まあ、西武の中継ぎ陣出てくると思うと。まあ、西武の中継ぎ陣、まあ、昨日も吉信と増田投手が打たれたんで、まあ、ちょっとほころびが出てきてると。まあ、9回しっかりと攻撃していこうというところで、9回も今井投手。はい。続投でございます。球数120超えてます。120超えてから、続投してきました。辻監督、大丈夫ですか？
あの、いくら中継ぎを使いたくないとはいえども、あの、120球超えたピッチャーを、あの、この首位攻防戦で、あの、ぶつけてくると。あの、勝たしてもろていいっすか？ごめんやけど、さよなら勝ちさせてもろていいっすか？もう死球で崩れてくれて、これさよならできるやつやろと。はい、思いましたよ。はい、9回。まあ、これ、中川選手倒れたんですけども、宗選手がフォアボール。さあ、来た、さあ、来た、さあ、来た、さあ、来た。まあ、ここでね、しっかりとランナーを小田選手が送る、あの、なんかもう、申告バスターかな。これで、2アウトランナー2塁、さあ、得点圏にランナーいって、ここで、マック。マッカーシー、今日、3-0。わかってるな。もう、ラストチャンスちゃうか。でも、ラストチャンスってとこでさ、あの、毎回なんか、しぶとくヒット打って延命しとるよな。うん、そろそろ延命タイム。入るんちゃうかということで。今井投手も結構もうバテてきとる。うん。もうなんか間違えて内角高めにすっぽ抜けてきて、マックあの得意のコースパシコン行ってくれるやつやんか。うん。頼むでマック。40年。おーい！お前そこやろ！そこやろ！そこしかないやっけ！おかしい。事故起こせや。そうしか無理やろ。そこしか無理やろ、本当に。本当にアウトハイのそこしか無理やろ、お前。スライダーやろな。スライダーでしょ？マッケーマッケーもういいもういいよ。もう俺はバレラベロに切り替える。もういいもう我慢の限界、俺。我慢強くいけない、俺。うん、俺結構短気やから。俺怖いから。さあ、下でバレラベロがなんか調子ええね。もういいよ次、延命するのいつや、マック。ああ、もうまだチャンスあるんけ、マック。頼むわ。ああ、ただ、しかし、これに関してはね、今井投手すげえわ。同い年の吉野部がね、あの、9回のエースで、で、7回で降りて、でね、同点の場面で、で、そっからね、もう負けじと意地があるんでしょうかね。これ、9回までこれ、結局、144球ですか。これ投げ切りましたと。正直、これに関して今井投手がもうすごいとしか言えないですよ。正直もう敵ながらもあっぱれですよね。まあ、フォアボールも6個出してるんですけども、今井投手にもうしてやられたかなという感じはありますね。もう最後の最後まで150普通に超えてましたからね。そして10回ですね。これ近藤大輔投手がマウンドに上がったんですけども、これ先頭の愛斗選手、愛斗選手いきなり、レフトにツーベースヒット。西武戦延長といえば、あの、1ヶ月ぐらい前にあの、ビドルが愛斗選手に決勝ホームランで取ったな。うん。延長愛斗にいい思い出ないんですよ。愛斗選手にもなんか特大やられてるイメージもないですけど、延長になった瞬間、愛斗選手に、これ打率10割ぐらい打れてんちゃうかな。うん。勘弁してくれ！ちょっと愛斗選手も天敵オールスターズに片足突っ込みかけてる感じはあるんですけども。ここから、柘植世那選手が送りバントで、これ、栗山拓実選手が、犠牲フライを打ちまして、西武勝ち越し。はい。そして10回裏の攻撃、西武は昨日、もうね、負け投手にあった増田投手が上がってきました。これいきなり先頭の西野選手が代打でヒット。はい、こっから野口選手が代打に送られました。三振。あの、送る気なかったんかな。俺もうサヨナラホームラン狙いに行ったんかな。うん、せめて俺は仕事してほしかったな、ランナー進めるぐらい。そして福田選手。そして最後、足立選手。長州の男が入ってます。41痛すぎるわ。まに。吉野部で負けたという事実はこれ本当にしばらく引きずりますからね。明日の13時ぐらいまでファン辞めるレベルで引きずりますからね、これ。それだけ吉野部というピッチャーを立ててね、うん、負けというのは答えますよ。で、なんか昨日さ、俺が謝罪動画出したホークスさんは、なんか今日あの10点取ってるみたいです。福岡地区5番ホークス。僕が謝罪した瞬間10点取って10-0で勝ってます。うん、やっぱ強いやんけ。あの、単体動画はもう出さへんけどさ、強いやんけ。あの、昨日謝る必要なかったわ。あの、同情の余地なかったわ。謝ったこと後悔や、昨日、ほんまに。うん、勘弁してくれ。まあ、何はともあれ、混戦パリーグまだまだ続きますが、これ最後1ヶ月、B モレルチャンネル、なんとかね、盛り上がって、走り抜けていきましょう。最後に笑うのは、俺たちだ。震えてくれ！今日のエロットは代打で出て、セカンドフライ。俺たちのロドリゲス、ロロロロ！
今日のここで島内は、4-0。